決めるのは生徒の皆さんです。ですが私はみんなを信じています。会長にしては珍しく楽観的だな。だが僕もそれには賛成だ。いやだいぶ月下界の雰囲気も和やかになったな。本当これセーラルートも楽しみだね。次カナルートの予定だけど、負けるための選挙というのは初めてだから緊張するな。そうね、天道界に負けてほしいって思う日が来るなんて思いもしなかったもの。これが天道界よりも柚月を大切に思ってくれてる証拠だよね。カナのこの言葉は、柚月っちが勝ちますように、柚月っちが勝ちますように、立脇氏が勝ちますように、立脇氏が勝ちますように。もう好きお前ら友達思いのいい奴らなんだよな。全員が固唾を飲んで結果が出るのをひたすら待っていた。待たせたねお前たち。選挙管理委員より任命されたこの選挙 DJ ちゃんが結果を大発表しちゃうぜ。来たか、どうだ。お願い、私たちを勝たせて。マジで心臓バックバックやな今ゆずきの心情を鑑みると本当に立っているのもやっとって感じがするわ。俺たちはいつの間にか手をつなぎ強く握りしめ合っていた。もう今はねどんだけイチャコラやろうが関係ないもんね。投票しちゃったからもうここでセックスしても結果は変わらないから。開票結果は天道会188票、月下会589票。やったー、あぶねー危なくもなかったんだ意外と月下会の勝利で生徒会役員規則の改正が見事可決、役員の恋愛自由化が正式決定。いやー嬉しいね。でもある意味これは伊豆ルートの終焉と言って過言ではないだろうから、ちょっと物悲しい気持ちもあるけど、いやよかった本当に。これぞ規制官は恋愛グローバリゼーションの幕開けだ。最後まで爪痕を残すいい選挙 DJ であった今後のカナルート、セーラルート、ハルヒルートでもよろしく頼むな。うわーやったぞー、やったねこれでセックスし放題、子作りし放題だ。いやこれラストセックス、あの主人公の部屋かなと思ったけど、まさかの学校でっていうパターンも見えてきたね。そうだな、やっほー、テンション上がりすぎだなお前いやでも気持ちはわかる、よくわかるよ。やったね。はあ、負けた負けた、こんな票差がつくとは思ってなかったぞ。大敗してむしろスッキリしたくらいだね。意外と大敗だったね、もっと拮抗するかと思ったわ。月下の勝利おめでとう、残念だけど私たちの乾杯ね。あ、一応ここは汚れ役を勝て出てくれてんのかな。もう最後までいい子たちだった次カナルートだから待っててね。ありがとうございます。今回の案件に関しては月下の方で叱るべき手続きを取った後正式に改正とさせていただきます。これセーラルートの時どうなんだろう、副会長はこの昔の制度を見つけられずに済むのかな我々の勝利だ、あとは我々に任せておくがいい。調子に乗れないよ光明。ある日ぼっこしていいぞこいつ二度と恋愛ができないぐらいの体にしてしまえ壇上では両会長が選挙の結果を受けてコメントをしていた。マッキー行こう。どこにえ、もしかしてチャペルもう式場押さえてある。駒形に手を引かれ舞台裏へ回ると月下と天道のメンツが全員集合していた。あーなんかルートの最後の匂いがするクラガノ、今回は約束通り負けてやったけどな、次はこうはいかないからな、覚悟しろよ。ええ、次は本気で戦いましょう天神平さん。と言っても一歩も譲る気はありませんが。これ全ルート一個は選挙を用意してるって感じなのかな。ちょっと見物だね。舞台裏に戻ってきてもまだ二人は睨み合いを続けていた。まあこの場合は喧嘩するほど仲がいいって方だろうけど。皆さんありがとうございました。いや本当に感謝した方がいい。まあある意味昔の制度をずっと残していた歴代の月下会役員たちのせいでもあるけど、皆さんのおかげで私たち堂々と付き合えるようになりました。本当に本当に嬉しいよ。噛みしめろ噛みしめろでもその泣き顔ちょっとこの感動的な場面ではブサイクに見えるなおにぎりがちょうど入る口やめろ。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。